ございます。あ、かわいいって、魔界の門番さん、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。いろんな方こんばんは、ありがとうございます。あー、いっぱいありがとうございます。はい、今回、私の初めてのショールームをさせていただいております。ちょっと今日はまず最初に自己紹介からさせていただきたいなって思います。まあまあ、はい、NMB48 の8期受験生51番です。よろしくお願いします。はい、あ、こんばんは、ありがとうございます。はいはい、はい51番、あ、私アベノマスクさん、私中学生です。中学生12歳です。見えるかな、見えないな。12歳の51番です。よろしくお願いします。はい、NMB48 の第8期生オーディションに、はい、入るをやらせてもらっていて、中学1年生の12歳です。はい、おー、はい、こんばんは。そうなんです。あー、ゼロさんありがとうございます。そうなんです、クリスマスイブなんです。見えないね。ああ、ボンジョルネさんありがとうございます。かわいいって。ありがとうございます。まあ、はい。私、まあ、中学1年生の、あ、字ちっちゃい。すみません。ちょっと。剥がそう。字ちっちゃい。ヒントはできるかな。あ、誕生日近いってゆずきさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、逆だね。こんばんは。あ、なんか私ね、ニックネームがまだないんで、ちょっと皆さん、ちょっと皆さん、ニックネームを募集しております。はい、あ、いや、風呂敷さん優勝って、ありがとうございます。頑張ります、イエーイ。はい、私のこの51番なんですけど、ニックネームがまだ決まっていなくて、はい、ちょっと皆さん、あの推薦コメントってあるじゃないですか。その推薦コメントからぜひぜひ、あのニックネームを募集してます。はい、ぜひぜひ皆さん入れてくれると嬉しいです。あ、もう490人もありがとうございます。ちょっと、あ、コンサート、モフ大地さん、コンサートですか。コンサート出るんです。11周年コンサートで出させていただきます。はい、出させていただきます。練習をしますので、51番私をぜひぜひ見つけたら手振ってくださると嬉しいです。はい、だし、ありがとうございます。あ、めっちゃ可愛いって、ありがとうございます。プロフィール、あ、今回じゃあ終わりました。メロンパンさん、プロフィール終わったら書きたいと思います。はい、ちょっといろいろとやっていきたいなと思います。はい、私、あ、マサヤさん、あ、ダンスってあのすごい独学なんですけど、なんか YouTube とかでいっぱいダンス見て、なんか何曲か踊れるんです。お、青いレモンの季節好きなヤナさん、ヤナナナさん、ありがとうございます。めっちゃ喋りがうまそうですねって、あ、ありがとうございます。12歳の中学1年生です。はい、中学1年生12歳の51番です。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。はい、わー、いろんな方来てくださった。え、びっくりやねんけど、こんな、アイナさん、私はケイドさんがすごい大好きで、で、青い夏の季節が毎日聴いてるぐらいすごい大好きで、なんかフレッシュじゃないですか。フレッシュですごい大好きで、ケイドさんすごい大好きです。はい、緊張とかしてない。いや、もう、ありがとうございます。かわいいって、ありがとうございます。はい、私、じゃあ、私実は空手をこんななんですけど、やってて、実は一級を持っていまして、空手一級です。チャオビなんです、イエーイ。チャオビを持っていまして、
頑張っております。はい、ピアノを5歳の時から続けていて頑張っています。あ、よしきさんフォローしましたって、ありがとうございます。ありがとうございます。いろんな方がもうめっちゃコメントしてくださって、びっくりやねんけどみたいなえ、めっちゃびっくり。あー、ケイトちゃん、セーター曲はのは青いレモンの季節、あれ、え、青いレモンの季節って言わんか、あ、違う、間違えたねはい、すみません、すみません、青いレモンの、青いレモンの季節ですね。はい、すみませんはい、はじめまして、こんばんは。空手やってるからハキハキなん、そうなんですかねはい、あ、はい、空手をね、何年、小3か小4ぐらいの時から始めて、現在中、空手を、茶帯を持っています。はい、5歳の時からピアノもやっているので、音感とね、ピアノにちょっとやっぱり自信があります。はい、ピアノですあ、モフ大地さん、アーヤン、あー、おー、アーヤン以来の空手有段者、あー、そうなんですね。アーヤン、私その12歳なんで、年日を昔から知ってるってわけじゃないんですけど、まあ、最近の、のメンバーさんはすごい大好きなんで知ってるなって思います。はい、虹七のおじさん、小学何年生ですかって、中学生です、中学1年生ですランドセルの色は中学の生なんですけど、小学生の時は水色でした、水色、水色でした。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ゆういちさん、あやかさんはもうめっちゃ大好きで、もう卒業しちゃったじゃないですか、もうあやんさんの2代目あやさんみたいな感じになれるように、皆さんの前で頑張ってやっていきたいなって思います。はい、頑張っていきますので、ありがとうございます。ゼロさん、 NMB48 を好きになったきっかけと、私はなんか普通にテレビを見てたら NMB48 のワロタビーボーが流れてて、私がその時 アイドルっていうものを全然知らなかったんですけど、アイドルの NMB48 さんですどうぞって言われた時に流れた曲がワロタビーボーだったんですよ。みたいな、みたいな感じで、え、これアイドルなみたいな感じだったんですけど、もうそっからめっちゃ面白いアイドルやなって思ってハマりだして、そっからその、ね、欲望者がかっこいいなって思って、こんなワロタビーボーみたいな面白い曲もするのに、欲望者みたいななんかかっこいい曲もするんやって言って、最近みるるんさんが卒業されたその白根柳もなんか大人の綺麗さみたいな、で可愛くてすごい綺麗ですごいいい曲だなって思いますはい、こんばんは、ありがとうございます。あ、姫様 G ですぞ、初披露の時かな、4年ほど前、ちょっとね、よく友達とかからも妹キャラってよく言われるんで、欲望者やで、欲、欲望のな、欲望者ってずっと呼んでた、そうなのよ、初めて知った、欲望のね、すいません、いろいろと間違えてるな、漢字が苦手なんですよ、漢字が、そう、なんか毎回学校で授業の始めは、毎回小テスト、漢字の小テストやってるんですけど、ほんまにほんまに1点とか取ってバカなのかな、バカなのかな、めっちゃ漢字がとにかく苦手で、ちょっと個人さんの二の舞にならないようにね、頑張り、漢字も勉強しながら頑張っていきたいなって思いますはい、出資1点はやばいでしょうなんですよね、はい、本当やばい、漢字頑張らなきゃっていう感じで、漢字はいいのは大丈夫ですか、はい、もうね、 NMB48 はバカって言われてるのでいじってる、そうですね、いや100点満点じゃなくて50点満点ですね、50点満点です、大丈夫、50点満点なんで大丈夫だと自分で言い聞かせてやってます。おっこちゃま、そうですね、友達、7のおじさんさんさん学校ではおっこちゃまキャラなのって、あ、はい、友達からよく妹キャラって言われます、50点満点中1点ですよ、まもるさんバカだからね、バカだからいいじゃないですか、バカはいいんじゃないかなって思ってます、はい、
ダンさん、こんばんは。ありがとうございます。はい、どうしましょう。空手の話、ピアノの話をさせていただくんですけども、私ね、ピアノを5歳の時からやっていて、なんか和音の音が何個も重なるのがすごい大嫌いで、毎日毎日お母さんと喧嘩しながら、ククはこうでしょ、ククはこうでしょっていうのを毎日ながらちっちゃい時にめっちゃやってて、やってました。一応12歳だから7年間ピアノをやっているので、その武器にして NMB48 で頑張りたいなって思います。はい、テロップに年と学年、あ、テロップ、年、坊さん、はい、テロップ一応、中学1年生の12歳です。イエーイ、こんばんは。はい、猫踏んじゃったら弾けます、あ、弾けます、右手だけなら持ち物弾けます、そのぐらいは大丈夫です。はい、猫踏んじゃったは右手だけなら弾けます。身長、守さん身長なんす、152とかかな、152ぐらいだと思います。はい、めっちゃ若いな。あ、ありがとうございます。もう多分 NMB48 入ったら最年少になって活動していくと思うので、最年少として頑張っていきたいなって思います。前髪作らない系、あ前髪ちょっとなんか今回は前髪をこんな感じにしてみたんですけど、どうでしょうか、どうかな。あ、トランさん笑顔が可愛い、トマトか、トマトさん笑顔可愛いって、ありがとうございます。なんちゃい12歳です。期待、あ、なんちゃん期待できそうって、ありがとうございます、頑張ります、期待に応えられるように頑張りたいと思います。はい、私あの11周年コンサートに出させていただくので、あの私を見つけたらぜひぜひなんか手振ってみたりしてください。もう見つけたら手振をまた一緒に振りたいなって思います。はい、ありがとうございます。あ、ゼロさん、こいちゃん合格ですね。ありがとうございます、頑張ります。はい、やった通り12歳って。はじめまして、はい、まるでさん、まるで NMB ファコーシさん、めっちゃしっかりしてるやんって、ありがとうございます、頑張ります。しっかりしてるかな。しっかりしてるかな。はい、分かってほしい、分かってほしいなって、ありがとうございます。はい、51番一郎さんを思い出すって、一郎、あれですよね、野球の方ですよね。はい、私野球全く知らないんですよ。なんか友達というかクラスメートがね、野球やってる子いるんですけど、なんかちょっとよくわかんないみたいな感じで、でそうなん、オリックスは優勝したし、51番は縁起がいい番号なんですね。そうなんですね、そのイチローさんがオリックスっていう団体に入ってるっていうのは知ってるんですよ。そこまでは知ってるんですよ。でオリックスっていうのが優勝したっていうことですね、ですよね。はい、51番の時点で合格です。そうなんですかね、そうなんですかね、ありがとうございます。ゼロさん、ウィークできますか。できない、できない、できる、できてるかな、ウィンク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 ということでお願いします。笑ってるやん、笑ってますね。もう5、あ、NMB 最高さん、もう5引いてるな。いや、まだ確定ではないので、受験生です、私は。まだちゃんと研究生として正式メンバーとしてできるように頑張りたいなって思います。あ、すいません、はい、頑張ります。まあまあ、はい、めっちゃ笑われてる、なんでや、ヘタッピウィンク、そうですね、はい。なんかユナナンさんのウィンクってめっちゃ可愛いじゃないですか、めっちゃ綺麗で、あ、めっちゃ可愛いってみたいな、もうオタクとかじゃ多分ないんですけど、オタクの定義が分かんないんですけど、 NMB48 はすごい大好きで、ユナナンさんのウィンクもめっちゃ大好きみたいな、ウィンクの日っていうそのツイッターで出してたじゃないですか、もうあれがもうめっちゃ大好き、あのウィンクめっちゃ可愛いみたいな感じです。はい、あります。あ、マリナニャン、渚さんより面白い、え、マジですか、
そんな面白いでなんのかな。ありがとうございます。トマトさん、はい、最年少になるの多分そうだと思います。12歳なんで、美咲さんが13歳、私の中2なので、私より多分1個上なんで、私が多分最年少になると思います。はいはい。アイドルってぶりっ子大丈夫そう、大丈夫そうかな、わかんない。ちょっともう頑張って、やっていきたいなって思います。マルドエさん、何期ぐらいから NMB、何期かな、多分6期ぐらいの方からなんですけど、もう6期の中ではダントツでカレンさんです。ピロピロ。カレンさんねが6期の中では一番のダントツのファンになってます。はい、あ、ゼロさんありがたわって、はい、ありがとうございます。ちょっとゆういちさん、ちょっとぶりっこしてみて、ぶりっこ。ちょっとぶりっこ、ぶりっこです、ぶりっこ。はい、ちょっとぶりっこをしてみました。はい、マボさんしっかりしてるなって、ありがとうございます。しっかりしてるんですかね。なんか友達からはよくなんか変って言われるんです。変ですかね。私出身を、あ、一応兵庫県に住んでます。はい、ゆきさん特技ありますか。特技は空手とピアノの2つを一応特技にしてて、特技は特技は空手で、空手は茶帯です。イエイ。茶帯をやってます。はい、はじめまして、こんばんは。はい、マボさんですね。はい、空手か、はい、空手です。お、トップ5突入と、すごい嬉しい、ありがとうございます。はい、ちょっと頑張っていきたいなって、頑張ります。はい、あー4位って、はい、もう嬉しい、皆さんのおかげです、ありがとうございます。ちょっと今このびっくり、さっき始めたの今何分ぐらいかな。はい、背は、あ、小夏さん背は低い、なんかクラスで並ぶときはちょうど真ん中ぐらいにいます。ちょっと真ん中みたいなところにいて、最初1年生、小学校1年生のときとかはなんかめっちゃ前だったんですけど、はい、めっちゃ前だったんですけど、今は真ん中の方にいます。はい、とカランコランさん、友達同士だとツッコミ、あ、そうですね、私ねボケもたまにやるんですけど、ツッコミです。どっちかというと友達がめっちゃ面白いんで、私が逆にツッコミみたいな感じで回ってます。はい、リンと一緒さん、はじめまして、何年生ですか。はい、中学1年生です。小学校って言わないでください。一応中学1年生なんですよ。そう、中学1年生、中学1年生です、頑張る。はい、ありがとうございます。小学生って言わないでね。小学生じゃなくて中学生なんで、ちょっとちゃんとやってください。ちゃんとね、中学生って言ってください。はい、歌うまい、あ、歌は得意です。得意というかうまいってよく言われますよ。ちょっとうまいって思ってます。歌をね頑張って NMB48 で活躍していきたいなって思います。はい、おー、12歳未来しかないって、あー、ありがとうございます。デコ出し似合ってるって、ありがとうございます。デコ、おデコ。はい、歯が白いってありがとうございます。カラオケ機能、あ、ちょっと使ってみよう。どれやろう、ちょっと待ってな。はい、すいません、カラオケ機能ね、カラオケね、ちょっと待って、カラオケってどこ、カラオケあった。はい、ですね、どうやってやるんだろう、わかんない、あった、カラオケ。はい、カラオケで歌う曲を選ぶ、何に、ちょっと NMB の曲を何にしよう、青い、言えるな、な、違う、夏の、じゃあワールドピーポーにしよう、私の一番好きな曲ワールドピーポーにしたいと思います。検索。はい、こんばんは。はい、
れるかな。はい、歌ってみたいと思う。歌える？はい、3曲歌う。ちょっと今歌え、あ、歌、今歌えないって。ほう。ピーポンダンスも、あ、ダンスはちょっと YouTube で調べてちょっとだけできます、できます。はいはい、楽しみにとっておこう。カラオケはすみません、頑張って明日ちゃんと歌えるようにしたいなって準備してきます。はい、ホッポップさん、子供ですか。はい、子供です。子供です。12歳、中学1年生、がっつり子供だから、あの駅の切符は大人です。できたらで大丈夫だから気にして、あーすいません、まもろさん、ほんまになんか、いや、なんかちょっと明日はできるようにちょっと準備してきます。カラオケですよね、カラオケね。はい、頑張ります。トマトさん、わろた、はいはい、わろたですね。はい、あ、あさひさん、ツッコミ得意そう、あ、得意ですかね。得意ということで頑張ろう、頑張ろう、頑張っていきたいと思います。はい、マポさん、話し方が上手やって、あ、ありがとうございます。話し方上手なんですかね、よかったよかった。子供寮もいけそうやけど偉いね、偉いね。え、3位なんですか今、わかんない、3位なんかな、よく私自分の順位わかんないんですけど、お、出た、今3位達成って、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。なんでやねんって普通に使うかな。使うかな、たまに使いますね。はいはい、ゼロさん、ショールームって見たことあったので、あ、はい、よく見ます。マイティさんのやつをよく見てて、のマイティさんのやつをよく見てます。はいはい、ことはピオラーさん、関西出身ですか。はい、関西です。今現在関西におります。関西に今おります。おしゃべりだねって。はい、おしゃべりです。12歳でこんなにトークできるのすごいよって、あ、ありがとうございます。そうなんですかね、よく友達といっぱい話してるんで。はい、どんな色、カールさん、どんな色が好きですか。私水色が大好きで、水色、ランドセル、小学校の時に使ってたランドセルも水色です。はい、マイ、はい、はい、越南さん、小学生、あ、中学生です。もう間違えないでね。中学生です、絶対に中学生です、何があっても中学生です。小学生って言わないで、半年前までは小学生でしたがね。後ろに簡単な自己紹介貼っておいた方がいいかもって、あ、そうなんです、ちょっと明日も多分やる、多分っていうかやるので、明日に準備していきたいなと思います。はい、スクイーズさん、好きな食べ物はいっぱい甘いものが今日すごい大好きで、完璧に甘いもの大好きで、ケーキとかパフェとかすごい大好きです。はい、ボンジョルネさん、買ってないと小学生か聞かれる、そうですね、小学生ね、聞かれるって、聞かれますかね、聞かれるからね。はいはい、ちょっと明日貼って、中学生ってどでかくここにダーンって貼っておきたいと思います。中学生って貼っておきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。目が素敵ってありがとうございます。はい。グレーフルさん、特技とかあるって、はい、私空手とピアノが特技です。ね、NMB48 のメンバーになったら多分出れる、特技とか披露する場所とかあるので、そういうところで披露できたらなって思います。はい。ケルさん、してみたい髪型、してみたい髪型は、なんか今は長いんですけど、ちょっとこうバサッとしたショートカットにしてみたいです。はい、またいつか切りたいなって、メンバーになったらいつか切れたらなって思います。はい、どうも。スクイーズさん、甘いものか、いいね。料理系は、料理系か、料理系は芋けんぴは違うな、なんやろ、もしやな、それも、あ、小籠包がすごい大好きで、はい、小籠包がすごい大好きで、ね、小籠包をなんか家族でね、たまにそのたこ焼き器を使って小籠包するんですけど、その小籠包をめっちゃ食べます。で、最近成長期ってことでめっちゃね食べるって、めっちゃ
お母さんとかに言われるんですけど、太ってないんでね、太ってはないんで、で大丈夫ですよはい、ゼロさん、たこ焼き器で、あ、そうなんです、いろいろね調べてお母さんが作ってくれたんですけど、たこ焼き器で小籠包をめっちゃ食べます、大好き、イエーイ、はい、いい感じですって、たーかー姫う歌き推しさん、はい、ありがとうございます、小籠包大好き、小籠包です、すぐトーク向上委員会に出ます、え、マジですか、なんかこうやってコメントとかでやるのはまだいけるんですけど、急にかけられたりしたらやってなんかできんくなるんですよこうなんかってなって、なんか話ができなくなるので、ちょっとね、まあもっとこの話トークを頑張ってやりたいと思います、はい、カランコランさん、カメラに空手パンチお願いします、おお、ちょっとやりたいと思います、はい、行きます、見えた、え、見えんかな、はい、空手ですえ、つなんさん2007年生まれですか、じゃあ2008年生まれです、2008年です、はい、忍者、あ、早いって、ありがとうございます、え、2位な、え、マジで2位か、拳が速くて見えなかったなってありがとうございます、かっこいいって、ありがとうございます、はい、かっこいい、かっこいい、イエーイ、かっこいいぞ、おおお、2位や、出た、今出ました、2位って、えー、ありがとうございます、ありがとうございます、イエーイ、ちょっと1位目指そう、頑張ろう、頑張ろう、あ、2437人の方、もうありがとうございます、こんな来ててくださってびっくりやびっくり、まさかトマトさん押してきますねって、 ありがとうございます、エツナンさん、関西空港行ったこ、行ったある、あ、行った、1回、何回、ん、1回ですね、1回ありました、あの海外にね1回行ったことがあって、マレーシアっていう国に行ったことがあります、はい、エツナンさん NMB 合格やなって、ありがとうございます、もう頑張ります、突破していきます、皆さんにこんな応援されたらね、もう合格するしかないですから、もう頑張りたいと思います、はい、こんばんは、ありがとうございます、おー、いっぱいいっぱいありがとうございます、ヨロピコよろしくどうぞ、なんか私ね、なんか友達と話してる時に、え、何それみたいなのがよく多くて、小学校の時にね友達と話してたら、クラスで誰が天然やと思うって友達に聞かれたんですよ、天然って何ってところから始まって、天然って何やっていうところから始まりまして、もうよくわかん、え、天然って何って言って、バカっぽいっていうのを、その小学校高学年の時に初めて天然という言葉を知るという、なぞすごいバカっぽさがちょっと出てるんですけど、まあいいじゃないですかと、 NMB48 はバカの方が多いと思いますのでね、大丈夫かなって頑張っていきたいと思います、イエーイ、ありがとうございます、はい、名前あったらテロップに書いてもらえたら、テロップ、あ、はいはいはい、よ、ちょっといろいろと明日にはできることをちゃんと全部やっていきたいなって思います、はい、おバカですと、めっちゃ失礼いや、めっちゃ失礼なことを言ってるんではないと思うんですよ多分ね、失礼じゃないと思うんですよね、はい、ケイタサバイバーさん、運動神経いい方ですか、といいけどはいい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 と言っておきましょう、いい方だと思っておきます、いい方だと思って、いい方だです、いい方です、いいいいと思います、はい、言葉に要力があるからテンポよく聞ける、あ、そうなんですか、ありがとうございます、はい、この子は伸びるって、ありがとうございます、トマトさんありがとうございます、伸びるように頑張っていきます、というかもう早く合格できるように頑張っていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、雰囲気が合うと思うって、あ、ありがとうございます、頑張る、頑張ろう、頑張るぞグレフルさん、素手じゃなく事実だと思う、はいはいそうですね、事実だと思うんですよね、やっぱりうん、できると思います、はい、WR さん、これは国全体として、ま、持っていかんと、え、そんなすごい人ですか、私はすごい人ですね頑張っていきたいと思います、まもろさん、うん、あ、若ぽんさん、中学生好きだから勉強教え
ってもらえると思うよってどうございます、頑張ります、イエーイ。はい、ケイタサバイバーさん、毎年ハロウィンとかする家庭、あ、全然しないですね、本当。ハロウィンってなんなんみたいな感じで、クリスマスは私のイブが、あの誕生日がイブなんで、よくなんかやるんですけど、ちゃんとというか、ハロウィンは特にやってないです。はい、ミンと一緒さん、この料金電車は子供料金ですか？違います、中学生の大人料金でちゃんと乗っております。中学生ですよ、ちゃんと。ヤギ坂、あ、そうなんですか、そうなんですかね。私その星座がよく分かってなくて、多分ヤギ座ってみんなに言ってます。はいはい、マポさん、そうなんです、12月生まれです。12月なんですけど、夏の方が好きという不思議な人です。冬そんな好きじゃないって思ってあ、でも冬は スキーをよくやってて、保育園の時からお父さんと一緒にいろんなところ を行っています。はい、あ、スケートをね、一回友達とね、友達じゃない家族とね、スケート行ったらね、こけて顎割れたんですよ。ここグザクーってめっちゃ割れて、めっちゃ泣いたっていう思い出があります。スケートの思い出、顎が割れるというスケう思い出です。はい、はい、マポさん、オーディション初めてってことで、はい、初めてです。7期の時はまだなんかちょっと不安で、多分できないだなみたいな感じだったんですけど、7期の密着の動画を見させてもらって、あ、なりたいみたいなのがすごい芽生えてきて、8期生のオーディションに応募させていただきました。はい、スノボーはやったことないかなって、あ、やったことないんです、なんか、うん、やったことないです。スケートじゃない、スキーをやってます。板でヒューヒューヒューってやってます。はいはいコケコッコ、芸能活動したことありますかって、あ、ないんです、ほんとない。あ、でもなんか遊んでたらなんか取材が来て、一回何回か答えたことはあります。2、3回かな、結構あるありますコンタクトです、目がでかくする、いや、コンタクトはしてないです。でも私めっちゃ目悪いんですよ。でも意地でも絶対コンタクトの眼鏡をしないっていう意地があるんでね、そこら辺がちょっと目が悪くないということを見せてます。はいはい、エスナーさん、ポテトチップス好き、あ、大好きです、もうよく食べてます。家族とね、一緒にね、食後に食べます、よく好きま食べます。はい、ゆいはーさん、ダンサブロシ、あ、中学1年生、そうです、その通りです、中学1年生で中学生です、ありがとうございます、中学生です。はい、ありがとうございます。はい、アモールさん、取材来たってすごいね、スカウトされるレベルだって、あ、ありがとうございます。なんちゃんさん、何の意地意地です、そういう意地です。マボさん、中1、13歳、あ、すみません、12歳です、12月なんで 0.6 くらいかな。あ、マリナナンさん、もっと下です、 0.6 もありませんあ、スクイーズさん、部活とかやってんのって、あ、私はあのバスケ部に今入ってて、友達と一緒に頑張ってます。バスケです、ダム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 ってバスケをやってます。はい、トマトさん、耳も可愛いってありがとうございます。はい、どう、あ、合格です、12歳やった、あ、すいません、12歳です、はい、すいません、ありがとうございます。と、私はバスケ部に入ってて、バスケ部で友達がね、小学校の時からバスケやってる子で、めっちゃ上手いんですよ。めっちゃなんかびっくりするぐらい上手くて、先輩とかがやってる中でなんか一番上手いみたいな感じで、もうその友達にね、めっちゃ見て、あ、すごいなって思ってます。はい、スリーポイントね、入んないんですよ筋肉が、腕の筋肉が本当になくて、なんか握力をね、小学校5年生の時に測ったら12だったんですよ。12です。はい、12やったんですけど、今はなんとか18まで持ってくることができました。はい、18までね、できることが、でき持ってくることができました。私犬を飼ってるんですけど、そのコロナでお父さんとかお母さんがその在宅ですることができて、犬をよし飼おうって言って飼って、
だったらめっちゃでかくなって、なんか散歩してるんですけど、もうめっちゃ引っ張って引っ張って、その犬のおかげで18キロまで握力がつくことができました。はい、握力18です。元12から18まで上がることができました。はい、どんなワンちゃん、保護犬っていうんですかね、なんかペットショップとかで買うんじゃなくて、なんか元々野生だったワンちゃんを保護の団体の方から譲渡していただいた感じのワンちゃんを飼っています。はい、散歩で握力アップって、そうなんですよね。うちの犬がねでかいんですよ。16キロあって、そっから、うん、そのせいで犬がでかいんです。はい、偉いなって、ありがとうございます。安い保険買うのか、さすが偉いって、ありがとうございますね。すごいね、なんか凶暴っていうか、めっちゃうわーっていくんですけど、それでも私にとっては一番、この世で一番大好きなワンちゃんなんで、はい、いつか NMB48 のメンバーになったら、のワンちゃん出せたらなって思います。はい、こんばんはって、ありがとうございます。竹姫&歌清さん、いい話って、ありがとうございます。いい話って、嬉しい。ワンちゃんね、ワンちゃんは可愛いですもん。はいはい、ゆいはーさ、ダンサブローシさん、身長152ぐらいです。2ぐらい、2ぐらいです。はい、だって、いやー、メンバーに行って、ありがとうございます。絶対合格してくれなって、ありがとうございます。ありがとうございます。もう頑張りたいと思います。はいはい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あっちゃん、来年就活生、あやさん、ありがとうございます。はい、まだはなんか初日、ショールームの初日ではなんかできてないこといっぱいあるんですけど、ちゃんと明日にできるように頑張りたいと思います。はい、身長高そうに見えると、あ、そうですか。なんかクラスでは真ん中にいます。はい、スクイーズさん、ワンちゃんは癒しだよね。と、そうですよね、もうね。もうワンちゃんもほんま大好き。友達もが犬飼ってる子がいるんです、人がいるんですけども、その子と一緒にめっちゃ話しながら毎日帰ってます。ワンちゃん可愛いよねって話しながら帰ってます。はい、めっちゃ喋れて、荒いねって、ありがとうございます。偉いかな、ありがとうございます。48グループに推しはいますか。ああ、そうですね、ケイトさんがすごい大好き。現役メンバーの中ではもうダントツでケイトさんが大好きで、もうめっちゃ めっちゃ大好きっていうか、なんか爽やかっていうか、前髪が こんな感じで、すごいなんか可愛いなみたいな、可愛くて、すごい可愛い、私が言える立場じゃないんですけど、すごい可愛くて大好きっていう感じです。はい、数字だと親しみがきにくいから、ゴイちゃんでも何でもいいから決めた方がいいなって、あ、そうなんですね。じゃあいっぱいやりたいなって思います。なんちゃんさん、推しかぶりだって、あ、同じですね。ケイトさんってほんとすっごいセンター曲を最近で出して、すごい嬉しいな、嬉しい、あと私にとってすごい大好きな曲になりました。はい、投資王さん、はい、絶対受かってよって頑張ります、ありがとうございます。皆さん3352人の方、びっくり、もうこんなに来てくださってありがとうございます。人見知りしないんですかって、あ、します知るんですけど、なんか大勢の中で喋るのはできるんですけど、なんか1対1で知らない人と話すんだったら、はいはいみたいな感じになっちゃうような系、人見知り系です。はい、あ、合格です、ありがとうございます。ケイタサバイザーバーさん、ゲームとかする方、それとも外で遊ぶのが好きってことで、あ、私ゲームをよくして、最近はあれです、あのマリオメーカー2を最近やってます。よくやってて頑張ってます。はい、ママさん、7期生で誰推しですか。あ、7期生の中ではもうダントツでユナナンさんです。もう、あーみたいな、なんか表現力というか、表現力がすっごい大好き、大好きっていうか、すごい伝わってくるというか、もうユナさんが7期生の中では一番大好きです。はいはい、ありがとうございます。マリオ作るんかって、はい、作ります。たまによく最近は作るよりもなんかストーリーモードのやつをよくやってて、でできなくてなんかペイってやるようなのが毎回多いです。はい、冗談回し蹴りみたいです。おー、ありがとうございます。ここではちょっとすみません、できないんですけど、前蹴りとかはもうメンバーになって
お披露目の時にさせていただきたいと思います。頑張ります。メンバーとしてできるように頑張ります。肌綺麗ってありがとうございます。ありがとうございます。今日何時まで、何時までかな、何時までかな、ちょっと待ってね、すいません、はい、すいません、おお、はい、こんにちは、蹴ってくださいって、大きい、大きいかな、大きいのかな、合格しますよって、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも合格とかめっちゃ言って、あーちょっと待って、ごめんごめんごめんなさい、ごめんなさい、変になった、ごめんなさい、はい、すいません、すいません、はい、キレのあるダンスが好きなんやねって、はい、ありがとうございます。多分年齢的には20時までできるはず、あ、そうなんです、8時までのやつになってます。貸し合って、あ、すいません、間違ってスクショしちゃった、ちょっとすいません、スクショしちゃって、なんか操作がね、もう最近新しいスマホに変えて、お父さんに変えてもらったんで、なんかまだちょっとよくわかんないみたいな感じなんですけど、ちょっとそれで、え、1位、突然のスクショってすみません、もうちょっと次から気をつけるように頑張ります。頑張りなはれって、未来ばかりでって、ありがとうございます。ご飯よって呼ばれる、あ、間違いなしだなって、ありがとうございます。間違いなしってスピンですかって、はい、すみません、メモ波、あ、あれですね、メモ波はなんか踊れないです。ちょっと曲はしてるんですけど、すみません、ちょっと曲はしてるんですけど、なんかダンサブルさんのやつをちょっと見てます。はいはい、中学生ですよ、中学生です、中学生ですよはい、すみません、この子お願いします、ありがとうございます。はい、はい、でもハモルマ難しいな、そうなんですよね、なんかダンサブルさんが出してるのをちょっと見て、ええはってみたいな、むずみたいな感じを見ちゃって、わっ、でなんかちょっと家でちょっとだけやってみたらすっごい変になって、うわむずみたいな感じでなっちゃいました。今もうでもハもすごい難しいなみたいな感じです。はい、あ、いっぱいギフトとかありがとうございます。瞳めっちゃ綺麗でありがとうございます。はい、皆さんにね、この画面越しじゃなくて生で会えるように頑張っていきたいなって思います。はい、こんばんは、ありがとうございます。はい、ございます、ありがとうございます。いろいろいっぱいなんかギフトとかもらって、あ、関西人なのかって、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ギフトいっぱいありがとうございます。自分踊ってみてすぎて爆笑してたはい、エコ顔見せて、エコ顔こんな感じ、どうか、エコ顔でした、エコ顔、私のエコ顔でした、51番です。はい、今日まだできてないこともあるんで、ちゃんと明日には直してまた来れるように頑張りたいなって思います。はい、アベリーさんこんばんはって、こんばんは、はい、ありがとうございます。はい、そろそろちょっと終わらなきゃね、12歳ということで親からの申し出がありまして、はい、あ、ランキングですね、ランキングをちょっとスクショまずします、スクショします、これは本物のスクショです、はい、カシャッ、はい、これはスクショです。はい、じゃあちょっとランキングを読ませていただきたいなって思います。はい、13位さん、ココさんありがとうございます。12位さん、スクイーズさんありがとうございます。11位さん、レイレイさんありがとうございます。あ、レイレイさんコメントを言ってほんまありがとうございます。はい、こちら10位なんちゃんさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。はい、9位かずりさんありがとうございます。かずりさんありがとうございます。はい、8位さん、鳥親父さんありがとうございます。ありがとうございます、応援見てくださって本当ありがとうございます。はい、6位いたサバイバーさん、はい、ありがとうございます。ございます。あ、 NMB のユミンさんに一言、ユミンさんすごいスタイル綺麗で素晴らしいと思います。私スタイルがそんなないんで、すいません、ユミンさんすごいスタイルよくてすごいなって思います。はい、4位の方ですよね、4位の方、ヨシキさんありがとうございます、ありがとうございます。3位の方、トシオさんありがとうございます。はい、こんな私に3位まで来てくださってありがとうございます。2位の方、マイケルさんありがとうございます、
ありがとうございます。2位まで本当にありがとうございます。1位の方、未来の戦隊、ありがとうございます。あやとさん、ありがとうございます。もうこんなね、ショールームのその8期生の受験生に対してこんなにいっぱいの方来てくれるなんてほんま思ってなかったんで、皆さんほんまにありがとうございます。はい、他にも、言わんかった方以外にも3861人の方、ほんまありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張れってありがとうございます。ではそろそろ終わらせていただきたいなって思います。はい、皆さん、明日もありますので、ぜひぜひ来ていただいたらなって思います。とカラオケと、なんかカラオケとニックネームとかいろいろと明日には調整していきたいなって思います。はい、ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。あれ、できない、バイバーイ。